今日は奈良県奈良市春日野の氷室神社に来ています。前回ご紹介した福住氷室神社から平城京遷都とともにこの地に創建されたと伝わるもう一つの氷室神社を参拝します。 JR 奈良駅からは約2キロ徒歩30分、周辺には奈良県庁や奈良国立博物館、古都奈良の文化財として世界遺産登録された興福寺、東大寺、春日大社があり、奈良の行政、文化、観光の中心に氷室神社は鎮座しています。途中の道は奈良の鹿として国の天然記念物に指定されている鹿ものんびり歩いていて何とも癒される場所です。奈良の鹿は奈良時代の神後慶雲2年768年に春日大社が創建された際、御祭神の武見和知の神が日立の国の鹿島から白鹿に乗って飛来し三笠山の頂に降りたとされ、以来神の使いとして大切にされています。そして氷室神社は昼間はたくさんの外国人観光客の方も立ち寄り人気スポットとなっています。いつもならこのまま参拝するのですが、今日はできるだけ遅い時間に参拝したいので一旦通り過ぎてある場所へ向かいます。さて氷室神社は平城京遷都の年和道3年710年7月22日春日山の麓に創建されたとされています。その場所がどこなのかはっきりとは分かっていませんが、江戸時代の地史大和名所図会などによると吉木川の月日の岩の上流にあったと記されています。そして平安時代の貞観2年860年に現在の氷室神社のある場所に移されたと伝わっています。それでは今も残るという月日の岩を目指し徒歩30分の道のりです。さて氷室神社の氷室という名前は氷を貯蔵しておく場所のことで、製氷技術がなかった古代より世界各地で同様のものがあったとされます。日本でも奈良時代に完成した日本書紀の中に氷室について記された箇所があります。仁徳天皇62年5月ぬかたの大名勝彦の皇子は柘植、現在の奈良市柘植で狩りの最中、山の上から野の中にある小屋のようなものを見つけました。使いの者を送り調べさせると、使いの者は室ですと答えたので、さらに柘植の稲城大山主を呼び寄せ、野の中にあるのは何の室か、何に使うものなのかと尋ねます。すると柘植の稲城大山主は答えました。あれは氷室というもので、土を一畳余り掘り、その上に茅を吹きます。そして地面に厚くすすきなどを敷いたら、その上に取った氷を置きます。夏になっても溶けてなくならないので、暑い月には水や酒に入れて使います。ぬかたの大名勝彦の皇子がその氷を天皇に献上すると、天皇は大変お喜びになりました。そして毎冬に氷を貯蔵し、夏に献上することになりました。奈良県天理市にある福住氷室神社の近くには、残っている氷室跡や復元された氷室を見ることができます。この先にある料理旅館、月日亭の休憩所を過ぎると、左、ウグイスの滝、右、月日の岩と刻まれた石碑があります。木の案内板もありましたが、文字は消えてしまっています。月日亭の方が、この辺りは蛇が出ると教えてくださったので、蛇注意の立て札だったのかもしれません。滑らないように気をつけて、吉木川のところまで降りていくと、山の斜面に石灯籠が見え、その下にある、おにぎりの形をした岩が、月日の岩です。大和名所図会には、日、月、星、三光の形を彫り作ると書かれていますが、一月は見えるものの、星は苔に覆われているのか、見つけることはできませんでした。吉木川はこの先、奈良公園を横切り、現在の氷室神社の北側へと流れていきます。ちなみに氷室神社の境内で授かることのできる奈良氷室という冊子には、氷室神社の旧境内地の調査などについてとても詳しく書かれています。奈良氷室によると、春日大社の原江戸神社の西側を旧氷室社推定地とされており、大変興味深い内容です。氷室神社の旧社地がこの2つの推定地のどちらだったとしても、平城京遷都と同じ年和道3年710年の氷室神社創建以来、平安京へ都が移る約70年余りの間、毎年4月1日から9月30日まで朝廷に氷が献上されました。氷室神社は創建から150年後の平安時代の貞観2年860年に現在のこの地に移り、柘植の稲城大山主の命と共に大佐崎の命、ぬかたの大名勝彦の命の二柱の神様を合わせ、三柱の神様を祀るようになったと言われています。氷の神様を祀る氷室神社では、
1年に16回、主に毎月1日に、日没頃から氷の灯籠にろうそくの火が灯されます。日中は、東大寺や春日神社へ向かう観光客の方も多く参拝されますが、日没後19時を過ぎるくらいになると人通りも少なくなり、人気の少ない参道に置かれた氷の灯籠はとても神秘的に輝いています。この日は、氷室神社の例祭が行われており、境内では、たくさんの氏子の方が参列しておられました。住吉神社の御祭神は、底筒尾の御事、中筒尾の御事、上筒尾の御事の御柱の神様と、瀬織津姫、早秋津姫、伊吹殿氏、早さすら姫の四柱の神様が祀られています。四つ足門は、応永9年、1402年、天皇の御所造営の際、日課門と御輿宿が寄付されたそうです。また、寛永18年、1641年の御所造営の時にも、日課門の扉が寄付されました。現在の四つ足門の扉は、この時のもので、切り妻造り、本瓦葺きの四つ足門に、翼廊が接続した御所の建築がここに残っています。正面にあるのが拝殿です。氷室神社は、江戸時代に、朝廷や幕府の行事に参加していた、マント型の楽人たちが拠点とした神社でもあります。楽人が神主を務め、武学奉納を中心とした祭りが行われていたそうです。そして拝殿は、武学の舞台、舞殿として使われました。拝殿の前には、6月から9月の1日には、大きな氷も奉納されます。拝殿の奥には御本殿があります。ここからは見えにくいですが、ひわだぶき、三元社流れ作りの御本殿には、中央に、柘植の稲毛大山主の御事、左側に、大佐崎の御事、右側に、ぬかたの大中津彦の御事が祀られています。御本殿は、江戸時代の文久年間、1861年から64年の造体と伝わっています。少し見えにくいですが、御本殿の床下に2つの部屋と、妻面に両開き戸がある特殊な様式です。境内の西側にある悪社には、旧御本殿の模型が展示されています。伊勢神宮の御本殿の桁行きが向かい合うように並んだ旧御本殿は、出雲大社の御本殿に並ぶ大きさだったそうです。しかし鎌倉時代の建保4年、1216年に、御本殿が西北に傾く事態が起き、翌年の造営では、御本殿は流れ造り3軒2面に縮小されたそうです。ここ氷室神社のおみくじは一風変わっていて、とても人気があります。引いたおみくじは何も書かれていない真っ白ですが、氷の上に貼ると文字が浮かび上がってきます。また、夏の間は、かき氷をお供えすることもできます。お供えの時には、心の中の難問が、氷のように溶けてなくなってくれるよう祈願します。そしてお供えした後は、境内でいただくことができます。向こう者は、南都武学の学祖、駒野光隆の宿根が祀られています。拝殿の前に奉納されている砲弾は、かつて清国がドイツ帝国に発注、建造され、後に日清戦争で捕獲、大日本帝国海軍に編入された戦艦、神苑のものだそうです。昇魂社は、明治10年に氏子により、春日大社の抹社の払い下げを受けて創建されました。氏子の祖霊、明治10年に起こった西南戦争以降の戦没者の霊が祀られています。氷室神社の境内に、江戸時代の文政2年、1819年の銘の灯籠があり、おもちゃの絵が彫られている珍しい灯籠があると古い本で読んだのですが、残念ながら見つけることができませんでした。ご視聴ありがとうございました。また、次の神社でお会いしましょう。